ロスチャイルはビルヘルム9世に取り入り成り上がったについてお話しします。1764年、マイヤー・アムシェル・ロスチャイルドがフランクフルートにてドイツ・ロスチャイルド商会を設立し、古銭の販売業を開業します。ビルヘルム9世に仕え、ハーナウ宮殿、現在のドイツのヘッセン州に詰めていた将軍エメリヒ・オットー・アウグスト・フォン・エストールフを顧客に得、エストールフの紹介で宮殿内の高官が次々と顧客となり、やがてビルヘルム9世からも注文を受けるようになりました。これをきっかけにマイヤーは成功の道を歩み始めます。また、当時のフランクフルトがイギリスの植民地産品や工業製品を集める一大集散地となっていたことも追い風となりました。1764年9月1日、ビルヘルム9世がデンマーク・ノルウェー王フレデリク5世、そして第2代ハノーバ朝イギリス王ジョージ2世の娘ルイーズ・オブ・グレート・ブリテンを親に持つビルヘルミーネ・カロリーネ・ア・ダンマークと結婚します。1769年、マイヤー・ムシェル・ロスチャイドがビルヘルム9世に気に入られ、ハーナウ宮殿の御用商人となります。1770年8月29日、マイヤー・ムシェル・ロスチャイドがザクセン・マイン人間公国の貨幣商法廷係官を父に持つグレートレー・シュナッパーと結婚します。店の2階で暮らし、1階では古銭、絵画、家具を売買しました。1772年、ハイム・サロモンが第一次ポーランド分割の影響でポーランドからアメリカへ渡り、フィラデルフィアで仲買業を開業します。この際、マイヤー・ムシェル・ロスチャイルドがサロモンにアメリカ独立戦争のための軍資金として300万ドルを預けました。この軍資金はアメリカの政治家の買収にも使われました。1775年、マイヤー・ムシェル・ロスチャイルドが古銭業を通じビルヘルム9世と親しくなります。ビルヘルム9世は戦争の際、傭兵を貸し出す事業で年間1万5000から1万7000名の兵士を送り出していました。また自身の刑罰を生かして、オーストリア皇帝をはじめとする王、貴族、軍人、監視、各種産業に貸し付け、莫大な利益を得ていました。1776年頃、ビルヘルム9世の側室ローザ・ドロテア・リッターの子供の作文と音楽の教師として雇われていたカール・ビュデルスがビルヘルム9世からハーナウ宮殿の財務官に任命されます。その後、両替商を営んでいたマイヤー・アムシェル・ロスチャルドはビュデルスから気に入られ、ビルヘルム9世がイギリス政府から受け取る傭兵代金である小切手を割り引く業務を回してもらい、利益を得ました。また、ビルヘルム9世の父、ヘッセン・カッセル・ホーハク・フリードリヒ2世にも食い込み、一族の秘密も把握して商売に利用しました。1776年1月15日、第3代ハノーバ家イギリス国王ジョージ3世がビルヘルム9世と以下の傭兵条約をカッセルにて結びます。マイヤー・ムシェル・ロスチャイルドは徴収した傭兵使用代金の運用を任せられました。1番、ジョージ3世のための軍務に就くこととなる、1万2000名のヘッセン兵部隊は、グレナディエ4個大隊、各4個中隊より構成、そして歩兵15個大隊、各5個中隊と追撃兵2個中隊より構成からなり、その全体には将及びその他の必要な士官が付けられ、テントなどの装具も完全に装備された状態である。2番、2月14日にグレナディエ3個大隊、歩兵6個大隊、追撃兵1個中隊を含むが、ジョージ3世の兵団将校の割兵を受けられるように状態にする。また2月15日に出港地に向けて移動を開始する。残りの兵も可能であるなら、4週間以内に準備を整え同様に出発する。またジョージ3世が望むなら、2門の野砲を士官、砲兵、その他人員、それに付随する補給部隊とともに付与されるものとする。3番、ジョージ3世はビルヘルム9世に対し一兵あたり30クラウンを支払う、18万クラウンの支払い期限を2月10日とし、残額は第2陣が移動を開始する際に支払う。今回の条約では、ジョージ3世は軍勢を必要以上に長い期間契約しないことを望んでいるため、1万2000名のヘッセン兵部隊に対し45万クラウンとする。契約終了に関しては1年前に通知し、兵がヘッセンに到着する前にはなされないものとする。ジョージ3世は兵に対し給与、その他報酬に関し、ヘッセン国境を通過した月の最後まで継続するものとする。
ジョージ3世は4年が経過し、その時点まで送還されていない場合、兵を召喚する自由を留保する。もしくはその期間満了後に、ジョージ3世との間でもう一期合意してもよい。です。1776年5月1日、マイヤー・ムシェル・ロスチャルドの指示及び資金援助により、主にアダム・バイス・ハウスト、こちらが指導者です。そしてヤコブ・フランク、アドルフ・クニッケ、ヨハン・ヨアヒム・クリストフ・ボーデが、バイエルン選定公領、インゴルシュタット、現在のドイツのバイエルン州にて、イルミナティを刷新し、完全論者の教団をバイエルン啓明結社に改称、三つの異界を持つフリーメイソン組織に改組しました。また、この日、バイス・ハウプトは著書、ノブス・オルド・セクロールムを出版し、以下の行動綱領を掲げました。1番、すべての既成政府の廃絶とイルミナティをの統括する世界単一政府の樹立、そして私有財産と遺産相続の撤廃、愛国心と民族意識の根絶、そして家族制度と結婚制度の撤廃と家族のコミュー教育の実現、そしてすべての宗教の撤廃です。1782年、ビヘルムスパート会議が現在のドイツのヘッセン州で開かれ、ビルヘルム9世の弟、カール・フォン・ヘッセン・カッセルがイルミナティに加入します。これにより秘密結社、ストリクト・オブ・ザ・バンツ、厳格戒律派が活動停止となり、イルミナティ化しました。また、アドルフ・クニッケとヨハン・ヨアヒム・クリストフ・ボーデがイルミナティに接近しました。1784年、アダム・バイス・ハープトがマクシミリアン・ロベスピエールに対し、フランス革命実行の命令を一冊の書物に仕立て、特使を使ってフランクフルトからパリへ送ろうとしました。しかしその途上で特使が馬車ごと雷に撃たれて死亡したため、その書物は警察官に発見され、バイエルン王国政府に渡りました。結果、バイエルン王国政府は警察に、バイス・ハウプトが組織したグラントリアンのフリーメイソンのロッジと仲間の入浴者たちの自宅の家宅捜索をするよう命じました。バイス・ハウプトはフランス革命実行のためにマイヤー・ムシェル・ロスチャルドから数百万フランの資金提供を受け、3万名の革命分子を雇いました。1785年、ビルヘルム9世がヘッセン・カッセル法伯位を継承し、フランクフルトからカッセルのビルヘルムス兵衛宮殿に居城を移します。これにより、ヴィルヘルム9世とマイヤー・ムシェル・ロスチャルドの関係が一時途絶えそうになります。1785年、マイヤー・ムシェル・ロスチャルドがフランクフルトのゲットーにある、ユーデン・ガッセ148番地の5階建ての家にある緑の建に移り住みます。この建物の内部は2つの区画に分かれ、一方にロスチャルド家が住み、一方には、ジェイコブ・シフが住んでいました。1785年10月31日、ヘッセン・カッセル法伯フリードリヒ2世が死去します。これにより、ビルヘルム9世は、4000万ドルの遺産を相続しました。この財産は主にアメリカ独立戦争鎮圧のための傭兵をイギリス政府に貸し出して得られたものです。1786年、ヤコブ・フランクは財政難のため、イブ・フランクや従者と共に、オフェンバッハ・アム・マイン、現在のドイツのヘッセン州に移住し、マイヤー・アムシェル・ロスチャルドの助けを借りて金銭問題を解決します。さらに、オフェンバッハに頻繁に巡礼に訪れるポーランド人とモラビア人の信者からも経済的な支援を受け、裕福な貴族として暮らしました。1787年、ビルヘルム9世がフランクフルトに事務所を持つ神聖ローマ帝国郵便総督のタシス家が財政難になっているという情報を聞きつけ、宮殿に出入りしていたマイヤー・ムシェル・ロスチャルドを差し向け、交渉させて大金を貸し付けます。これにより、タシス家は、ビルヘルム9世の配下となり、神聖ローマ帝国の外交通信はビルヘルム9世に筒抜けとなりました。1789年、マイヤー・ムシェル・ロスチャルドの長男、アムシェル・マイヤー・フォン・ロスチャルド、そしてマイヤー・ムシェル・ロスチャルドの次男、ザーロモン・メイヤー・フォン・ロスチャルド、が、ビルヘルム9世から認められ、ヘッセン・カッセル法伯家の正式な金融機関の一つに指名されます。アムシェルは、法伯御用たちの金融機関へ勤務し、抵当権にまつわる業務や傭兵代金を小切手で受け取り、割引く業務に従事し、ザーロモンも、ビルヘルムス兵衛宮殿に通い詰めていました。やがて小切手をイギリスで購入する免税費の支払いに使い、商売を始め、利益を上げることで割引手数料を引き下げ、
大銀行との競争で優位に立っていました。1791年2月25日、初代アメリカ財務長官のアレクサンダー・ハミルトン、そしてマクシミリアン・ロベスピエール、そしてマイヤー・アムステル・ロスチャイルドの主枠により、アメリカ初の銀行である第一合衆国銀行は設立されます。ハミルトンは前年に議会で設立を提案していました。1792年、ハーナウ宮殿の国庫の首席徴収官であったカール・ビテルスが戦争担当としてカッセルに転勤となります。1794年、ビルヘルム9世がイギリスにある資金を担保に15万フロリンの借り入れを金融業者に打診しましたが拒否されます。これにマイヤー・アムシェル・ロスチャイルドを含む3名が応じます。1795年、カール・ビテルスが陸軍、枢密、顧問官に昇進します。1796年、マイヤー・アムシェル・ロスチャイルドが事業の共同経営者にアムシェル・マイヤー・フォン・ロスチャイルド、ザ・ロモン・メイヤー・フォン・ロスチャイルドを指名し、課長と実の息子以外は経営に参加させない旨を通達します。1798年、マイヤー・アムシェル・ロスチャイルドの三男のネイサン・メイヤー・ロスチャイルドがロンドンへ渡り、その後マンチェスターに移動し、フランス革命の影響で大陸で暴騰していた綿を大量に買い付け、大陸へ輸出する業務に従事しました。当時マンチェスターの繊維産業の粗利率は 20% 程度でしたが、ネイサンは国内 5%、国外 9% と低く抑え、市場に食い込んでいきました。原料や感染品を、原面は紡績や、染料は螺旋や、完成品は輸入元の義兄の、ベネティクト・ボルムスに、売ることで、低い粗利率を実現しました。マイヤーはマンチェスターからやってきた綿製品の製造業者に対し、ドイツに長く引き止め、大量の発注を行いました。製造業者がマンチェスターに戻ると、ネイサンから原料を購入しなければならなかったためです。なりませんでした。原料を購入できなかった場合、マイヤーに多額の違約金を払わなければならなくなるからです。はい。1801年、マイヤー・アムシェル・ロスチャイルドがヘッセン公爵家の銀行事務弁理人に任命されます。ビルヘルム9世の個人資金運用も委託され、投資事業も始めました。1802年、カール・ビデルスが陸軍厩司長に昇進します。1803年、マイヤー・アムシェル・ロスチャイルドがデンマーク政府に貸し付けを行います。1803年5月15日、ヘッセン・カッセル法伯が選定公に昇格し、ヘッセン・カッセル法伯領がヘッセン選定公国に改名します。これに伴い、ビルヘルム9世が初代ヘッセン選定公に就任しました。1804年、ネイサン・メイヤー・ロスチャルドがロンドンへ移住し、イギリス・ロスチャルド商会を創設します。この頃からネイサンは、ビルヘルム9世から資金運用を任せられ、イギリス国債で運用しながら それで得た地金を元手に、金属投資で利益率 20% を叩き出しました。1806年6月、ナポレオン・ボナパルト率いる軍のヘッセン侵攻に伴い、ビルヘルム9世がデンマークに逃亡します。その際、ビルヘルム9世は、マイヤー・アムシェル・ロスチャイルドに財産300万ドルを安全に保管するよう命じました。そこでマイヤーは、このビルヘルム9世の財産をロンドンにいるネイサン・メイヤー・ロスチャイルドに送り、財産管理を任せました。ネイサンは、ヨーロッパ中からビルヘルム9世の債権を回収し、得た資金をビルヘルム9世の許可を得て投資事業に転用し、莫大な利益を得ました。また、秘密裏にナポレオン・ボナパルトが成立させたライン同盟にも取り入り、敵味方双方から利益を得ていました。1806年11月1日、ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍がカッセルに侵攻します。その後、ビルヘルム9世は、ホルシュタイン地方に逃亡し、イツェフォーの、プリンゼスホウ、現在のドイツの、シュレースビヒ、ホルシュタイン州に居住し、最終的にプラハに移りました。カール・ビテルスは主要の責任者である将軍、ラグランチュとの密約によって、ビルヘルム9世の金融資産、4700万ギルダーのうち、2700万ギルダーを守り抜くことに成功しました。これにより、ビデルスは財政顧問となり、貴族の称号である、フォン・カールスハウゼンを授与されました。また翌年以降、ビデルスは、ロスチャイルド家の関係もあり、ビルヘルム9世は、大規模な金融取引は全てロスチャイルド家を通して行いました。
はい。1806年11月21日、ナポレオン・ボナパルトがベルリン、現在のドイツで大陸諸国に対して、対英貿易の禁止、イギリス人の逮捕と財産没収、イギリス本国植民地産品の没収を命じる大陸封鎖令を発しました。これにより、コーヒー、砂糖、タバコ、綿製品などの大陸諸国が、イギリスやその他植民地からの輸入に頼っている商品の価格が高騰しました。一方、イギリスでもそれらの商品の価格は市場の喪失で暴落しました。ネイサン・メイヤー・ロスチャルドはこれを利用し、イギリスで安く買って大陸へ密輸し、アムシェル・マイヤー・フォン・ロスチャルドをはじめとする父や兄弟たちが、大陸内で確立しているロスチャルド家の通商ルートや情報網を使って各地で売りさばき、莫大な利益を得ました。1813年10月26日、ベストファーレン王国は消滅し、ヘッセン・カッセル法白領が返還されます。1813年11月21日、ヴィルヘルム9世がヘッセン・カッセル法白領の自身の自宅に帰還します。この時、カール・ビュテルスは、ヴィルヘルム9世に代わり、ヨーロッパ全土でロスチャルド家のサービスを利用し、金融取引を行っていました。以上です。